Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de En el Japón. Soy En. ニャーです。最初は僕らがね、以前お話ししたベリーちゃんという人がいるんですけどね、15個質問を僕らにね、用意してくれたんで、今回はそれを全部答えていこうということなんで、一つ一つ見ていこうと思うんですけど、はい、本当にこれ今朝送られてきたんです。あら、考えたりとかね、なしですぐこれ答えてほしいってことだったんで、はい、それでは答えていきましょう。Pregunta número uno. ¿Hace cuánto tiempo estudian el idioma español? 勉強しますせんげん、一回動画でしてんだよね。した。頑張ります。頑張ります。頑張りますよ。だからあれからということでいいかな。あれからは全然やってません。すいません。おーい。でもゼロじゃないでしょ。ゼロじゃない。知識。知識ゼロじゃない。じゃあ何が分かるの？頑張っていきます。おーおーおー、ズームで話した時に、あ、そうそうそう、なんだよね、そん時だね、そん時、じゃつまり今月だわ、それ今月、今月だね。まあ、30日未満と、うん、ゼロ、30日未かな。俺は大学に通って始めて2年目に大学の授業でスペイン語授業があって、そっからなんだけど、まともにスペイン語を勉強し始めた、つまり、うん、でもそう考えたらもう5年、4、5年経ってるってことか。4、5年経ってこれぐらいしか話せないのはちょっとあれだな。まあだから僕は、まあ4年は多分経ってると思う。Como comenzaron su interés por la cultura latina? 2人の場合はさ、うん、答え決まってるじゃん。俺がきっかけじゃん。うん、そうだね。俺がこういうチャンネルやりたいから一緒にやろうって言ったから、この人たちは一緒にやってるんだけど、うん、それ以前はどうだったかっていうと、全く知らないよ、うん、そう、全く知らん。チリって細長い国だよねぐらいでしょ、うん、そうだね。そもそも21カ国知らなかった。そうそう、分からんかった。だからこの2人は俺がチャンネルやりたいって誘ったのがきっかけでしょ、うん、まあでも俺は、まあこれもよくめちゃくちゃ聞かれる質問なんだけど、きっかけは俺が高校時代の時なんだよ。俺が行ってた高校ってインターナショナルスクールで、うん、学校では英語を使うってあの環境だったんだけど、その中でもなんか英語以外の言語を話してる生徒たちがちらほらいました。何この言語と思ったらスペイン語なわけ。しかもその生徒たち全員同じ国出身じゃなくて、違う国出身の生徒たちが共通語を持ってて、チリの生徒、ペルー、スペインベネズエラ人がさ、英語以外の言語で話してて、これ何と思ったのがきっかけだね。うわ、この世界俺知りたいわと思って、それがきっかけですね。ディガンからうの、トレスパイセスイスパノアブランテスケレスクスタリエビジタラ。俺はチリとチューバと、うんうんうん、あとね、あそこをちょっと行きたくなっちゃった。どうですか？ボリビアを。お、ボリビア、未知な開拓をしてみたい。あ、キューバっていうのは最初から言ってたよね。キューバはもう確定です。うん、なんでだっけ。いや、俺ワイスピ好きだ。ワイスピ好きなんだよ。あ、あとその前さ、ズームでしてくれた人のうちのさ、キューバ人絵描いてくれたじゃん。そうそうそう、こんなに優しい人いたらさ、もう大好きになっちゃう。そうだね。そうだね。っていう理由です。あ、で、チリは、まあ、でしょ。まあ、言っちゃえばもうその2カ国以上、チリ、キューバ、ボリビアです。うん、はい、しょうがない。俺はメキシコ、うん、チリ、はい、スペインなのよ。おお、まあ、一つずつ理由は。メキシコはやっぱ前から行きたいって言ってたじゃん。動画とかを見る前から行きたいって言ってたからね。そうそう、グアナファーとか特に行きたいもんな。あれは綺麗、本当に綺麗だね、あそこ綺麗。チリはやっぱ動画でさ、いろいろ見たもんでさ。そうだね。そう。でも動画の中の何が良かったわけ？やっぱあのコンキジオ。コンキジオ。うん。だから自然ってことね。そう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 。はいはいはい。あれはやっぱ綺麗だった。自然、自然。で、スペインは？エスパン。サッカーとか有名じゃん。サッカーいいね。あれ、サッカー好きな人だっけ？こいつバスケ。バスケだけど、まあ、まあまあ、本場のサッカーみたいな。あ、まあ、確かにね。スタジアム入りたい。好きじゃなくても、それは人と興味あるよね、うん、サッカー。だから、スペイン行ってみたいね。はいはいはい。ということで、メキシコ、チリ、スペインと。ン僕はね、うん、一番行きたいのはやっぱメヒコですよ。メヒコ。メヒコ。メヒコで、2番目はチリ。チリ。チリも行きたいんです。3番目がマジでね、迷う。
正直どれ全部行きたいから俺21カ国全部地球上の国全部行きたいと思ってるから俺もう3番目は本当にスペイン語圏なんて俺でもいいんだけど、うん、ホンドゥーラスでもホンドゥーラスもあるかもな、ね、ありだよね確かにホンドゥーラスもめっちゃ候補に上がってんだ今、うん、シーン藤山がさんがいるしで俺あの人の動画普通に結構毎回見てて、うん、めっちゃ面白そうと思うし、まあ、あの人に会いたいっていうのもあるし、あ確かにでもねペルーも俺めっちゃ行きたいんだよねああ普通にマチュピチュは絶対行きたいとこだしペルーあったね飯うまいって聞くしペルーって結構あの謎に満ちた場所だよね、うん、ナスカとかもあるしそうそうそ う, そうナスカ地上絵もペルーも本当にね本当に行きたい国一つだけどでも実際俺キューバも最近行きたいと思ってるんだよねキューバといえばね共産主義の国だから他のスペイン語圏ともやっぱ結構違うと思うんだよあ共産主義の国って俺行ったことないからそれが普通に社会勉強だなと思ってみたいホンドゥーラスかキューバかペルあ実際エクアドルも気になるマジでキリがないからその3つにしとくスペインが何で入ってんのかちょっと俺行ったことあるからでもまた行きたいんだけどね。バルセロナ行けなかったから行きたいです。はい。えい。はい。ファーマでイディオマエスパニョレンハポン。ポルケクレンケエサシ。全然ないんじゃない？全然ない。うん、まあ確かにない方だよね、うん。やっぱ英語と比べると全然ない。うん、だけどでもちらほら実は日本にいてもスペイン語って目にしたり耳にするんだよ。でもね多くの日本人はスペイン語っての知らないと思う。そうだね。知らない。で俺が一番スペイン語を目にする機会は日本で車の名前あスペイン語の単語が使われてる車の名前いっぱいあるだよ日本車タントとか、セレナとかアルトとかあれ全部スペイン語なんですよねあ車の名前にスペイン語いっぱいあるなぜか知らんけどでもそれ以外は、まあ、たまに歌とかドラマでもなんかアミーゴとかその腕の単語は聞くけどでもそれ以外ではほとんど知ってる人いないと思うよスペイン語そうだねスペイン語で知ってる単語いくつあるって一般の日本人に聞いたら多分5つも上がらないかもしれない上がらんねオラ・アディオス・アミーゴぐらいだと思うグラシアスグラシアスほんと5あるかないかぐらいだと思う一般の人は生活しても聞かんもんねまずね聞くことはないし、うん、使うことはない英語の単語って日本語でも最近はなんか結構使ったりするんだけどスペイン語ってあんまりないんだよね、うんうんうん、あでも一つねめっちゃ日常的に使うけどこれ実はスペイン語ってのある一つ思い浮かぶな、まあ、スペイン語っていうかポルトガル語由来なんだけどあれはあのヒント食べ物エスカルゴ違うあアボカドあー、まあ、違うシーフード思いっきり英語じゃんわからんパンパンパンあれスペイン語のポルトガルなんだ多分由来はねポルトガル語だと思うんだけどスペイン語の PAN パンパンはパンなんですパンそうめっちゃ食ってるわまあなんかポルトガル語由来で同じっていうのはいくつか実はあると思うんだ、まあ、この質問に答えとしては、うん、めちゃくちゃ低いです低いですPor qué estándares culturales se conocen a los latinos en Japón? まあスポーツがすごい得意な、ね、あどんなスポーツサッカーまあサッカーだよね頭が弱そうだよねサッカーまあサッカーめちゃ強い人たちとしては知ってるよねあ他になんかあるかねかっこいいかわいいまあそれを文化と呼べるかは知らないんだけどそうですねまあ俺一つあるよ日本人全員がそう認識してるとは分からないんだけど俺は踊るのが好きな人だしいろんな踊りの文化とか音楽の文化を持ってる人だしそして俺は認識してるね少なくとも確かにいろいろジャンルあったもんねまあだからサッカー音楽ダンスとかその辺かな